って帰ってくれれば車で帰れるんだけど。寒くないの？そんな服。寒くない。嘘、寒かったらちゃんと着ないとだね。言ってね、寒かったらね。うん、何アイス食べるんですか？パラパラ？自転車。危ない危ない。パラパラ食べんの？うん、ねでもコーンついてないって言ってたよ。いいの？でもコーンついてなくていい。いいの？うん。コーン前食べたから。そっか。いいならいいけどさ。うん、パラパラのが美味しいの？冷たくて美味しい。冷たくて美味しい？うん。アイスでも全部冷たいよね。全部冷たい。チョコもいろ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 なのあるのに、あれがいいんだね。あ、あれ美味しいよね、だって。あ、グリア。はい。グリアも食べたい。グリアも何にしよう迷っちゃう。何か食べたい。チョコアイスか、うん、クッキーのアイスか迷ってる。リリア何にすればいいか。こっちおいで、こっちおいで、おいでおいで、こっち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 だよ。あら、でっかいワンワン来た。でっかいワンワン前そうだ、ありがとうね、見た見た、かっこよかった。守るからね。うん、すごいね。お姉ちゃんも守ってくれるかな。こっちだよ、こっち。お姉ちゃんも誰のやつ。え、守る、必ず守る。うん、ありがとう、嬉しい。そんなこと言ってもらえて嬉しい。うん、もうだと二人とも守ちゃれる。やだ、嬉しいわ。どうしよう、ありがとう。ママいなかったら助けなくてもいい。そうだね、じゃあママいたらさ、助けてって言いに行くね、お姉ちゃんね。うん、それでいい。それでいい。やったー、じゃあ言うわ今度ね。うん、こっちから行こっか。あ、ここ車あった頃だ。そうだね、よいしょ。でもあれだね、今日はないね。うん、乗れたね。うん、何アイス食べよう。お姉ちゃん決まってないわ。お姉ちゃん、あ、ここ気をつけて。うん、おーおーおー、大丈夫大丈夫。カレー粉いっぱいだね。うん、スパイスかな。スパイス、スパイス。おしゃれですね。スパイスのカレー。スパイスいっぱい入れたカレー。うん、なんだろうな。コーヒーのカレー。そっか、うん、え、何のカレー。え、コーヒー。コーヒー、うん、あ、そうだよね。なんかあれ、チョコレートだっけ。カレーにさ、コーヒーかチョコレートちょっと入れる人もいるんだって。え、見て、本当だ。あ、
どう？美味しそうになってきた？おいしい、おいしそうになってきた。もっといられるわ。葉っぱとかは入れないんだ。あ、ちょっと待って、なくなっちゃった？それやばい。あー、おいしいおいしい。今日届いた360度から飲み口がある、なんかコップ飲み練習にもなるというか、私ストローをね結構洗うのがすごく好きじゃなくて、本当にストロー洗うのって大変じゃないですか。だからできるだけ、もううち食洗機でもあるので、もう本当に分解簡単で洗いやすいものをなんか日々探してるんですけど、まあ、その中でこれすごく良くて、ちょっと本当に気に入ってしまったんですけど、なんかこの、まあこれ蓋、あ、そうそうそう、この飲み口360度から飲めて、この真ん中のところから水出るわけじゃなくて、じゃあ普通にここ取り外し、この色の部分取り外してきて、ここにお茶を入れて、でこれね面白いんだよね、こっから水出てるんじゃないんですよ、ここの周りをなんかちょっとこうやって押したり、なんか吸ったり本人がすると水が出てくるっていう構造になっていて、中に特にあのストローみたいな、こういうピーってここまで来てるようなものはないので、とにかくコップ、ただの大人と一緒でコップみたいにこうやってちょっと斜めにさせると、斜めにさせてプラス自分で噛みながらっていうか、少し口をこう吸うじゃないんだけど、噛むじゃないけど、押すと水分が出てくる、ちょっとずつ出てくるっていう仕組みになっているので、こうやって子供がすごいやったりしても全然水が漏れなくて、まあ、とにかくストローの洗うのが本当に私が苦手なので、そう、それだけの理由で買いましたね。あとはなんか見た目がすごく可愛くてね、アフリカンゾウっていうかのやつにしました。なんかシャチとかいろんなものもあったんですけど、これはアマゾン、私すごくアマゾンの購入品じゃないヘビーユーザーで、購入すごく好きで、ヘビーユーザーかわからないけどさ、夫婦揃ってでもアマゾンも本当に好きで、私は買う方ではないんだけど、ちょこちょこ、まあ最近はちょっと買ってますね。ダディなんかはすごい量を毎日毎日なんか買って、アマゾン好きですね。そうそう、ダディのとこ行っちゃった。こっから水出ないんですよ、これ。こうやってちょっとやると、こっから水が、ほらほら見る、これで、これで水が出て飲むんですよね。でどこ押してもこんな感じで少し隙間出るので、その時に水出るんですよ。まあ、すごい良くて、もう本当におすすめ。これ概要欄に貼っておくので、もし気になる方は購入考えてみてください。これすごいんだよね、てか見た目超かわいくない？だからイケアとかにありそうだよね、見た目。はい、とか飲みやすいとか、いろんなのあったら、なんて言うんだろう、まあ、いろんなもの買っていろんなの試してね、子供とお母さんがより楽なものを使いたいなって。こぼさないの本当ありがたいんですけど、でもストローマグでも全然こぼさないので、なんだろう、本当ストローが嫌だからっていう理由は本当に一番多くあるんですけど、でもさ、そろそろ1歳2ヶ月にももうなったので、そろそろコップ飲みも、まあこの人ね、この人でこの子は結構コップ飲みもできるんですけど、だけどやっぱりどうしてもひっくり返すことが好きだから、うー好きだからね、ちょうど本当にいいのを見つけました。であと普通のコップ、家でコップ飲むのはいいんですけど、やっぱ持ち運びできるものがすごい良くて、ストローマグと同じに持ち運びできるものが本当に
探していたので、例えば公園行くときとか実家行くときとか、まあ、どこか出かけるときに絶対持っていくじゃないですか。あとは夜中も最近なんていうの、授乳だけではなくて水分なんか足りてないかなとか思うときはこうやって夜も持ってったりしてね。なのであんな風に置いてもね、全然もうなんていうの、こぼれないのでおすすめです。